俺が距離を取った時に理由を聞いていたあんたが自分から距離を取るなんて。そうか、私の剣を止めたことが嬉しいか、私の体に傷をつけたことが嬉しいか、人間じゃ。そうか、やはり許せないか、宝玉よ。なるほど、今のを受けてその程度か。だがその左腕はもう使い物になるまい。今の君には取り込み理解するほどの価値もないのだ。君は超越者たる私の手による死を迎え、もうやめにしようぜ、アイゼン。あんたの理屈は見せてやるよ。これが最後の月牙天章だ。えっ？やまだ倒れんか、イチゴ。倒れねえって言ったはずだぜ。最後の月牙天章ってのを聞き出すまではな。それくらいの力の差が俺たちにはあった。本気で教える気がねえなら戦いをやめて身を隠せばいい。どうしてこいつの剣から寂しさばかりが流れ込んでくるんだ。よく気づいた。最後の月牙天章とは、私の刃を受け入れることでしか手にすることはでき、受け入れれば貫かれることに痛みなどあろうはずもない。この戦いを始めた時に言ったことを覚えているか。お前の守りたいものが私の守りたいものではないのだ。私の守りたかったものはお前自身だ、イチゴ。イチゴ、この技を使えばお前は。最後の月牙天章ってのは俺自身月牙になることだ。この技を使えば俺は死神の力の全てを失う。私は死神と別次元へと進化を遂げることで。まさか奴は私よりもさらに上の次元に立っているというのか。まだ再生するのか。やべ、死神の力が消えていく。黒崎一護、君の負けだ。見ろ、残白刀が消えていく。残白刀とその能力が一体となった君と同じ。いや、今やその力を失った君を。なんだこれは。鬼道か。浦原さん。浦原喜助、お前の仕業か。はい、あなたが宝玉と融合した場合、あなたを殺すことはほぼ不可能になるだろうと考え、あなたを封印するために開発した新しい鬼道です。この程度の鬼道で私を封じることなどできるものか。あの時打ち込んだ封印が今ようやく発動したのはあなたの力が弱まったからです。そんなわけがあるか。そんなわけが。
前ほどの頭脳がありながらなぜ動かない。なぜあんなものに従っていられるのだ。世界とはそういうものなんですよ。それは敗者の理論だ。イチゴ、終わったのだな。